続きまして岡本桃子先生のゾーンです。こちら新作そして、大切に保管してきた、過去の作品も展示しております。作品と、岡本先生が使われている画材そして、企業ロゴやキャラクターのデザインをされていますので今ご紹介いたします。はい、筆そして墨、岩絵の具岡本先生は日本画の技法で描かれていますので岩絵の具を使っております。そしてこちらプランニングポーカーという、企業が、デザインというか企業が作ったポーカーなんですけれどもそのデザインをされています。こういったちょっと可愛い絵も描かれているということですね。萌え系とかですねこういうのもあるんですね初めて見た、はい、そして、企業ロゴそれからキャラクターデザインもされています。はい、たくさんありますね。タッチーズパストラルドッグそれからファム333そしてジンジカルテ、はい、こちらはロゴとあとこのチラシもデザインをされています。あ、そうですか。はい、こういった幅広い活動もされています。はい、はい、その作品です。皆さんコメントありがとうございます。素敵な作品が並んでいます。こちらも今回の展示のために描いていただいた新作です。ちょっとあれですねちょっとこれ本人に顔が似てますねちょっとこれ僕も今現場で初めて見ましたけどねこれはやっぱり現場で見ないとこの力は分からないんじゃないですか。面白いですねこの普通の服にちょっと羽織でね、ラップを引っ掛けてベランダでなんかすごい現代性が出ててすごい面白いですねこの作品。で彼女のそのまあなんていうの人物以外のその描写街並みの描写とか空とか、まあ、こういう辺の、まあ、彼女の着想というかその辺もこう見どころになっているんですかね。この街並みと一緒に描く描き方っていうのは2回目だけどちょっと新しく始めたやり方でこれはすごい面白いと思います。作品のタイトルは始まりと終わりです。岡本さんはそうですねやっぱ女が惚れる女っていうことをインタビューでも言ってましたけどねやっぱ女の人が見たい女像みたいな見たいというか憧れる女像というかそういう辺を何かはっきり打ち出してるような感じはしますねこの絵を見てもね。そしてこち
ちらが今回展示している着物です。はい、ちょっとたくさんありまして、こんなような形で飾らせていただきました。この赤い着物が先ほどの始まりと終わりに出てきた着物です。そしてこの、黄色緑がかった着物、こちらは、こちらの乾いたての衣装です。はい、そういうことですか。はい、はい、そして岡本さんの、岡本先生の展示ではこういったものも展示しております。はい、これは何ですか。これはですね、そうです、ベトナムの、北方山岳地帯の民族衣装。はい、岡本先生はベトナムがお好きで 3,4 回ほど訪れられています。もう、北の方だったりあまり人がいないところに行って、はい、交流を持ったり写真を撮ったり、こういった民族衣装を集められています。なるほどね。はい、そして写真が好きなのね。そうですね、こちらカメラもお借りしました。10代の頃から撮り続けられている写真、ほんの一部です。ニコン使ってるの、はい、ニコンは F かな、これなんですかね。すごいね、はい、かわいいバッグにも入ってます。皆さんご視聴ありがとうございます。完全マニュアルですね。すごいですね。はい、ノートもついてるか。あ、ついてますか。ノートもついてるけど、はい、まあでもかなり昔の方ですね。はい、うん、すごいです。はい、そしてでは次の作家さんのところに移動いたします。